アメリカとフランス以外で行ってみたい国ありますか？そうだね。韓国は行きたいですね。うんうんうん。韓国は前から行きたい。私は結構その新しいところよりももう一回行ったことあるところをもう一回行くのがさ好きなんだよね。だからね、そうだね。別にないんだよね。新たにチャレンジしたいみたいなのあんまないんだよ。なんかそう。山ちゃんある？いっぱいあるよ、行きたいところ。あ、そうなんだ。うん。だいたい行きたい。だいたい。特には特に。モンゴル。モンゴル。なんで？行ってみたくない？なんかモンゴル。全然知識がない。あんまりどういうあれがあるの？何にもなくて草原があって、あのゲルっていうさ、自然？やっぱあれで暮らす。無人島に行きたいみたいな感じ？いや、それはモンゴルの人に怒られると思うけど。でも自然があるわけでしょ？自然はあって、そうそう。なんかね、めっちゃね遺跡とかあるんだよ。あ、そうなの？昔のなんかお城みたいなとか、なんか結構中国との国境の方はもう全く違う文化の人が住んでるみたいなさ、エリアが。あ、したな。行ってみたいな。あんま考えたことなかった、モンゴルに行くっていうことを。確かに面白そう、ね、やっぱ山ちゃんらしいな、すごいモンゴル山ちゃんらしい、もう考え方というか、なんでモンゴルなのかっていう理由が。もう山ちゃんは、まあ、行きたいとはちょっと違うんだけど、ネットフリックスでさ、韓流のドラマを見て、愛の不時着っていう、はいはい、めっちゃ有名なになったドラマがあるんだけど、それを見始めてて、でなんかそれがなんか結構その北朝鮮と韓国の話なのよ。はいはい、ざっくり言うと、うん、でなんかそれでなんかこう結構北朝鮮が舞台になってるシーンが多くて、そこに住んでる人のなんか生活の感じとか、なんか考えてることとかが、まあなんかどんぐらい本当なのかわかんないけど、フィクションだからさ、なんだけど、うんうんうん、でもなんか、あ、こういう生活してるんだとか、なんかこういう風に例えば韓国のこと思ってるんだとか、あ、こういう風なことを考えるの一緒だなとか思うのも結構そういうシーンが多くて、なんかそれでちょっとなんかちょっと興味が出て、こういう風に生活してる人がいるんだろうなって想像したらなんか面白いなと思った。なんかうん、そうそう、こうなんかいろんなイメージがあるけど、うん、なんかこうそのドラマの中では結構なんか普通に喋ってるシーンとかさ、普通にこうのなんかビール飲んでるシーンとかこういっぱいあって、なんか面白いなと思った。なんか、うん